はい、まあ、ちょっと梅雨入りということで、ね、梅雨入りしました、予報でした、はい、さあスタジオには本日のゲスト入ってきてくれました、はい、本日のゲストこちらのお二人です。どうもレインボーです、よろしくお願いします。コント何で稼いでるかわからない六本木にいる薄着の金持ち、うん、まあ上場した会社って今はのんびり、うん、すごいです、うん、めっちゃすごい。あれ初めて会ったっけ。あ、一回茜と一緒に来させてもらいました。ああ、あのプラチナムの子だ。あ、そうですそうです。そっかそっか、はい。え、なんか芸能人のこと飲んだりするの。いや、普段はなんか芸人さんぐらいとしか飲まない。誰。アントニーです。ああ、この辺うろうろしてるもんね。そうですね。そっか、あ、ちょごめん。あ、はい、お電話ですか。あ、もしもし、はい。あ、全然今女の子と飲んでて、はい。あ、大丈夫ですよ、全然、はい。はーい。誰ですか。河合俊一さん合流するって。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。改めてレインボーのお二人です。いますか。いるです。レインボーの池田です。山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田くんはね、運動神経悪い芸人。そう、毎年一緒です。一緒にね、出てますし。まあ、あとお笑い演芸館のさ、まあ、それは二人でね、女装のやつで。そうです、ね、ダニエルズさんと、ね、カモメンタルさんと、僕らで、朝日女装芸人、はい、ね。オープニングでマキオさんが30分、女装あるあるを言っちゃって、僕ら話すことなくなっちゃった回です。伝説の回です。伝説ですよ。だって30分番組なんだよ、そもそも。はい、そもそも。あ、そうなんですよ。そうだよ、ね。新しくなって30分番組になって、女装の話するのにマキオくんが全部喋っちゃった。そうですよ。池田って結構いいやつで感情とか出さないんですけど、マキオさんが30分喋ってるときは、何勝手なことしてんねんって。綺麗な。台本見たら、後々俺らが話す俺も先言ってたんで、トイレに行った時とかって俺話すやつやのになみたいな。取っちゃいました、後輩を。盗まれたの。トイレ行った時びっくりされるっていうあるあるを、もきおさん先に話してましたね。女装芸人あるある、女装芸人あるある、全部先に後輩に残しとかないと。女装界のさんまさんですね。いいように言っちゃわないでください。マサじゃないよ。朝日はこのあれを毛を剃らないんだけど、ラッシーさんは剃るんだもんね。剃ります。脱毛も行ってますし、エステも行ってますし。そうなんだよね。これはやっぱりコント女装始めるようになってから、はい、やっぱ綺麗な方が綺麗だって言われること多かったんで、ちょっと足毛ボーボーで綺麗だって言われてもちょっと説得力ないなっていうので、どんどん、はい、美意識高くなっちゃう。でもなんか出番と出番の間に眉毛サロン行って、ニセの眉毛がピッカピカピカって別にいいじゃない。あ、そうなんだ。めっちゃ腹立つ。その早乙女隊長みたいな眉毛。1時間半空いてたら眉毛サロンぐらい行きますよ。腹立つっすよこいつ。腹立つ。キリッとさせてください。もう今日ここに鼻くそついてるけどな。鼻くそですか。鼻くそじゃないの。ゆかり、あ、じゃあ鼻カレーですね。すみません、昨日ココイチ食うとかカレーそう。いや、低糖質カレー食うてんすよ今。カリフラワーさんもラジオで何の指摘してんの。あ、こいつやるんすよ、このなんかもう毎日鏡見てるとか、このなんか美容の取材みたいなの受けてる時に、いやほんまにやっぱ男でもメイクする時代、それ必要やと思うんですみたいな語ってて、信じられないぐらい鼻毛出てたんですよ。え、お前なんだみたいな。抜けてるとかあるよ。抜けてるところ。そうなんだ。こぼしちゃったんでしょ。これこうカレーこぼしちゃいましたね昨日。美容にね、すいません、言われとってくださいよ。ラジオわかんないじゃないですか。多分綺麗な子来てんやろうなって思ってくれてます。そうだね。ジャンボの指示ではないの、こう綺麗にしてくれみたいな。全然全然、そんな俺はもうもう気味が悪いラインに立ってますよ、もちろん。池田頑張りすぎて。マジで池田がだって劇場のその女装する芸人みんなにメイクして、劇場の女装する芸人みんな美人になってきてるんですよ。メイク術をやっぱり伝授して。すごいじゃん。すごい。レベル上がってんだ、みんな。上がってるの、吉本の女装するやつ。そうです。最近、タモンズさんとかにもメイクしたりとか。そうでしょ。そうです。コントやるとき、ダメだって。タモンズ綺麗になる？なります、なります。眉毛の色素をちょっと薄くしてあげたりとか。そんなんするの？ディップ、綿棒でディップ塗ってあげたりとか。あ、そう。すごいね。え、タモンズって大宮セブンの？あ、そうです、そうです。レインボーと大宮セブンなの？全然無限大。無限大ホールです、自分は。あ、もう専属なの？無限大ホール。他も出ますけど、やっぱ主に所属は無限大って感じですね。あ、そうなんだ。じゃ無限大の今、女装レベルが上がってます。上がってます、上がってます。はい。塊、空気階段の塊さんすごい美人になってるじゃないですか。あ、あった。あれもきっかけはいけないです。そうです、そうです。もう、キングオブコントのあのコントの時の。そうです。あの綺麗な。なんかだんだん美人になってくるのは、マジで池田がどんどん美人にしました。塊さんも。どんな人でもできる。どんな人でも大丈夫だと思います。例えば、女装。はい。やりたいんだけど、はい、話すの。やりたかった。女装でやる方がヤホーってウケると思う。
あ、ほんまにギャルがミスってるみたいになりません？可愛いギャルだ。できます、できます。まず眉毛、はい、可愛く、茶色にして、茶色っぽいのが似合いそうですね。肌の色と合いそうなんで。あと、涙袋もともとあるんで、涙袋、はい、ここにぷくってもともとあるじゃないですか。もともとある。で、それちょっと膨らませてあげて、で、膨らませてあげて、そうです。いや、線引いて膨らませてあげて、はい、で、二重もめちゃくちゃ綺麗なんで、その二重の間にちゃんとアイシャドウ入れてあげたら、で、もともと垂れ目なんで、その具合をちゃんと引き立ててたらめちゃくちゃ可愛くなりました。やべ、超嬉しい。嬉しいんすか、めちゃくちゃ可愛くなった。嫌な気はしないんで。さあ、この後もレインボーのお二人に来ていただきます。改めて今週のゲストは吉本からレインボーのお二人です。よろしくお願いします。なんかあれ、はい、いっぱいメール来てるんだね。フロキャスさんです。ジャンボさんは実家での母親との会話をツイッター上に載せていますよね。その会話で一番驚いたのが、ジャンボの母親が意外と大食いなところです。ジャンボさんの食欲は母親譲りなんですね。めちゃくちゃ食うんですよ、うちの母ちゃん。もう今62とかなんですけど、まずカルビのあるあるがわからないって言うんですよ。大人になるとカルビも食べられなくなる。お母さんカルビしか食べないんですよ。珍しくない62。いやいや、もう脂っこいの無理じゃない。もうカルビしか食べなくて、もうホルモンとか食うなって。もったいないから、胃袋が。カルビだけ食え、みたいな。で、うちの母ちゃんこの前会って、最近ちょっと吉野家ハマってんだよ。美味しいね、吉野家って。みたいな。美味しいよね、つったら、もうお父さんが、特盛りの吉野家と、牛皿買ってきてくれるんですって。で、母ちゃんもそれ全部食って、マジで、ダブル。あと、冷凍のパスタ温めて食う、みたいな。ね、めちゃくちゃ食います。体大きいね。めっちゃでかいです。めっちゃでかい。まんまジャンボを女性にした感じ。本当にでかいです。はい、かずみみたいな話じゃないのかな。違う違う。大デブの大飯ぐらいです。すごいっすよ。で、ちょっと前まではもう筋肉もすごくて。はい、鍛えてるの？鍛えてないです。本当、俺な、指立て伏せとかできるんですよ。すごい。指立て伏せ？ 10 年ぐらい、50ぐらいまでは指立て伏せとかできて、親戚で集まったらお母さんが、よっしゃ、そろそろやろうか、つって指立て伏せやって、いとこと数える。盛り上げちゃう。1、2、みたいな。なんかやってた人じゃないの？いや、昔バスケやってただけで、なんか、いや、子育てしてたらできるよ、指立て伏せ。みたいなこと言ってた。聞いたことないよ、そんなの。すごいです。本当喧嘩強かったです、だから。喧嘩強い。うちのお兄ちゃんがすごい太ってて、昔130キロぐらいあったんですけど、そのお兄ちゃんをもう首根っこ捕まえて、もう外出したりしてましたもんね。やっぱ男の、でかい男育てた母ちゃんだから、はい、そうですね、ほんと強いっすか、ね、強いんだ。ジャンボさんもなんかすごい、なんていう、ただ肉付けがいいだけじゃない、なんかありますよね。芯、ね、が強いというか。芯が、そうそうそう。言い方が。だから池田がもう来ると、同じ、やっぱもう、圧の戦いというか、ジャンボとジャンボのお母さんの圧が全くと一緒なんで。何なんそれみたいな。え、何それみたいな感じの圧喧嘩とかめっちゃします。そう。全く同じ喋り方で、ね、母ちゃん。はい、そうなんだ。そうそうそう、大変だね。じゃあ池田君のお母さんはだって全然だよね。そうです、155センチの、痩せてる時は釈由美子って自分で言ってたんですけど。仲いいんだよね。仲いいです。この間も母の日一緒に串カツ食べに行きましたよ。へえ、仲いい。はい、2人で。2人です。お母さんとのその美容の話とかもするの？あ、お母さんには毎年母の日はディオールとかの LINE をプレゼントします。あら、嬉しい。化粧水とか美容液とか。嬉しい。LINE？ それはもう昔から？女装する前から？女装する前から母の日はなんかプレゼントするのありました。あ、そうなんだ。はい、全然違うな。ね。全然違いますね。タイプがね、二人全然違うの。ジャンボのお母さんと池田君のお母さんは知り合いな。ジャンボのお母さんが NSC の最後のライブでジャンボが主席やったんですよ。なんで多分自分の息子が主席っていうのがうれしかったらしくて、ずっと客席で、あれ私の息子、あれ私の息子よ、あれ私の息子っていうのをずっと僕のお母さんに言ってたらしいです。あ、そんなにもいたんだ。別々のコンビだったけど。別々のコンビだったんですけど、その客席では一緒になってたらしいです。客席に親見に来ているんだね。親見に来てます。そっかそっか。今でも単独ライブとか来たら、あれどうもジャンボのお母さんですとか言ったりするらしいです。はい。なんか話しかけられましたっつって。ジャンボ見に来たお母さんとか言うらしい。嫌なんだけど、すごいね。それ嫌なんだけど、ジャンボママ。ジャンボって言うんだね、お母さん。本当の名前じゃないよ。実方の方じゃなくて。高尾って言わない。本当は実方高尾って言うんだ。実方高尾です、俺。実方高尾なんだ。実方高尾って言うんだ。高尾っす。高尾くん。高尾くんはだから、その NSC の時は、
なんていうコンビだったの？感動ピストっていう一応コンビで、うん、首席卒業。すごいじゃん。首席って何？首席した人ってそのままコンビで行くんじゃないの？いやーもう全然ダメでしたね。もうなんか吉本がご褒美で、1ヶ月間スケジュール帳が埋まってる、そのスケジュールが埋まってるスケジュール帳みたいなのもらえるんですよ。だから仕事が毎日入ってるんです、4月。すごい。ご褒美。首席になったら、首席になったらもう1年目の1ヶ月目でスケジュール変わる。それがやっぱりさすが吉本マジックで、ほぼ毎日吉本ってなんかネットであんまり誰も見てない吉ログ30っていう番組があって、それに毎日1分だけ出るっていうスケジュールだったんです。最高です。もう地獄で、もう地獄で。その時でっかい体育館でやってたんですけど、もう100人ぐらい芸人さんいらっしゃったんですよ、みんな。で1時間半かけて挨拶して、で1分だけ出番行って1時間半かけてお疲れ様でしたっていう、もうそれで1ヶ月仕事じゃないじゃん、それも。仕事じゃないっすよ。感動ピストレースみたいな。感動ピストレース、よろしくお願いします。一番下だからね、もう挨拶で時間かかっちゃうんだもん。で、大山秀夫さんとかには、ご挨拶よろしいでしょうかって言ったら、俺がダメ言うたらどうすんねんとか言われて。嫌だね。嫌だね。絡んできてくれてんだから。でも胸が余計なね、余計なことを、ストレスがね、余計なストレスが。余計なストレスがかかっちゃう。胸がギューってなって、みたいな。でも相方がね、有名な森川よるしかねえ。誰が知ってるんですか、森川やるしかねえよ。現何？現ホープマンズの。ホープマンズの。森川やるしかねえよ。俺もう一生ネタやりたくないって言ってるコンビですよ。この時代にネタじゃなくて売れようとしてる珍しいやつですよ。何で売れようとしてんの、森川。今、息子をインスタグラムに上げて、これが大バズりしてる。バズってんのかよ。森川やるしかねえ。息子が最近でかくなってきて、そしたら妹できて、妹また上げ出してて、次妹でかくなったらどうすんねんって言ったら、また次の子作るとか言ってる。ふざけんなよ。俺はもう家族をさ、売りにした、あ、うち兄貴がそうです。やってますよね。やってた。ずっとやってた。早々にやってた。大好きです。だから、日の出は有名だもんね、おばたのお兄さん。教えてくれてます。だってもう、これはだっておばたのお兄さんと、と、前組んでたんでしょ。これ、平君がコンビ組んでて。ねえ。これはだからもう、一切聞かないです、もう。こすり倒してるんだ。あ、そう、逆にね。こんなに仲悪い二人、珍しかったですからね。日の出もう、バチバチで。やばかったですよ。いや、池田もおばたもう、悪いやつじゃないんですよ。相性が良くない。もう一人揃ったらもう憎しみ合ってて、もうガのぶつかり合いでしたね。あ、そう。なんか二人とも、だって俺も会ったことあるけど、すごいいい人じゃん。二人ともいいやつです。でしょ、平君も。何が合わない、お互いも本当に。もう一回、多分もう向こうがバリバリ体育会系なんで、だからちょっとでも後輩の動きできてなったら何やってんだよ、みたいなのがずっと理解できなかったんですよ。ああ、なるほど。はい。とか、あと出たい出たい、お互い出たいなんで、エンディングもバラバラで手挙げるとかもあったんですよ。お互い出たい。モノマネ、コンビ芸じゃなくて、もうここでモノマネしたりとか、はい、単独ライブのマクマ V もここで作ってくるみたいなのをずっと1年間ぐらいやってて、どっちがボケでツッコミとかないです、ないです。もうどっちもボケてどっちもツッコミで、ゆっくりです。ラスト解散までの1年は、一言も喋ってないです、本当に、二人が。あ、そう。うん、でもその後、バーンって向こうが売れちゃったじゃん。マジメンタルおかしくなりました。いや、悔しい。全部自分が間違ってたんだってなりました。ああ。逆に。なんで、今はなんとか僕もバイト辞めれたんで、なんとか保ってますけど、ここ最近です、やっとおばたの話できるようになったの。あ、それまでちょっと話すのも嫌だった。話すのも嫌やったです。嫌だったんだ。はい。で、今もじゃあ会ってもあんまり。会ったら、ういぐらいは言えるようになりました。もう振り絞ったういですよ。ういみたいな、その、やっと言ったみたいな。言わんのも寒いな、みたいな感じがあって。なるほどね。ガチのやつだね。ガチですね。でもよかったよね。解散してね、早めに。まあまあ、そうです。早めに、ずるずる。そうだから喜んでんじゃないの？レインボーがこう、バンってグルナイトが出た時。いや、どうですかね。どうですかね。ジャンボは何で、ジャンボは関係ないだろ。確かに、すいません。おばたと一番仲良かったそうです。同期が。すいません。複雑な関係です。はい。そっかそっか。同期は結構濃いなね。そう、ひょっこりはんとか。ひょっこりはん。はい。あと、ぼる塾の田辺さん、酒屋織さんとか。うんうんうん。あ、じゃあ、ひょっこりはんと、あれ、争ったのは、あれ、同期対決だったの？そうです、面白そうで。それすごいね。僕らが優勝なんですけど、その次の年の面白そうでは、去年は、ひょっこりはんを排出って言って、僕ら優勝ほぼなくなってたんですけど、だから負けましたね、そこではね、一年。いや、もう、売れると思ったけど、全く売れずにひょっこりはん。反響がもう全部ひょっこりはん。全部ひょっこりしたんだ。
あ、でもあんまり仕事増えなかったの、レインボー。いや、全然です、本当に。もう悔しかったです、全く売れずに。何がきっかけだろうね、今はすごいね、その YouTube の。いやいや、全然。いや、今も本当なんか地道だったんですけど、やっぱ YouTube とか、で、コント毎日あげようって、もう仕事なさすぎて。はい。で、コントでやっとちょっと、認知されたかなと、うん、あとやっぱフジテレビの癖がすごい、うん、癖すごい、うん、あれさっきの要するにキャラクターとかね、はい、あれ2年ぐらいやらせてもらったり、はい、もうなんとなくじゃあ街歩いてても、はい、癖そこで見たみたいながめっちゃ営業行った時にわーってなるのがやっと癖そこでなりました、うん、あーなるほど、はい、あ知ってるっていうのがよかったね。いや、なんとキャラいっぱいあるの、じゃあさっきの社長以外にもあのジャンボのキャラそうっすね、お互いいろいろキャラ、はい、たくさん YouTube で、はい、やってるんで。女装は結構早めからやってるんですか？結構早いですね。もう8年ぐらい、はい、フルメイクでやるようになってきました。だから、おばたの時から女装はしてて、でも池田ってめっちゃガタいいし、でかいんですよ。身長177センチあるんですよ。こいつ細身のピッチャーみたいな、ね、体してるんで。ジャンボの隣だからそう見えない。で、おばたとやってる時は、本当もうなんか、デカ女とチビ男みたいなコントになってた。どれやるの普通のやつ。そういうのをやるようになってましたね、最後の方とかは。そういう意味でも相性悪かったんです誰だってやったら顔出てたんで、俺。そっか、そうです、はい、誰だどころじゃないんですよ。おばたちっちゃかったんで。なんかいろいろあれ聞いてますよ、ジャンボが、はい、なんかあれでしょ、漫画がめっちゃ詳しいっつって。いやー、はい、漫画なんか漫画のさ、はい、なんかクイズみたいのあの三橋のマイケルさん送ってきたんだけど。もう任せてください、大丈夫、もう満喫で7年働いてるんですから。俺その満喫で浅野忠信さんに、すいません湘南純愛組どこですかって言われたことあるんですよ浅野忠信さんにそうだからクイズ答えられるか分かんないけど漫画クイズ読んでんの？読んでました、はい。何でも詳しいんだ漫画に関しては。あ、でも詳しいはずっす、はい。なんか三橋のマイケルさん、こち亀が好きらしいんですけど、こち亀は、はい、前回持ってましたよ、はい。すごい。両津のお父さんお母さんの名前は、うわ、何ですか？難しい。まずお父さんは銀次ですよね。はいはいはい。おすごいね。お母さんなんだ？お母さん、お父さんお母さん知らないな。知らないですね。すいません、わかりません。もうダメだよ早いよ、あんの。お母さん何？すいません、お母さん何だった？両津ヨネ。ヨネ、ヨネ、ヨネと銀次。カイパン刑事の本名は何？カイパン？うわぁ、北野。うんうん。うわ、汚いに、野原の野で、北野。へぇ、そのまま、そのままでいいよ、北野？北野といえば？北野たけし。正解。おぉ、で、じゃあ最後ね、はい。電極スパークの一番下の息子の名前は？うわ、スパークの一番下か。すごいね。ちょっとその、あのね、ジャンルが分かんないんだけど、あの、難しい。難しいですね。いや、こち亀芸人ではないじゃん。漫画が好きっていう。幅広いジャンルに対して。あ、マイナスだ。あ、パルスでした。パルスだ。プラスで、マイナスでパルスだ。本当のこの人に よく読むと、はい、こち亀芸人の花輪さんとどっちが詳しいんですかって書いてあるけど、うん、そこ読まなかったから。対決してください。アメトークでね、こち亀芸人でさ、わかんない。難しいよ、それぐらいしかわかんない。難しいね。そういうことじゃないもんね。そうですね、はい。でも昔は本当に漫画好きだったんですけど、はい。なんか漫画ソムリエが、なんかできるらしいよ。漫画ソムリエってどこ？おすすめの。そうですね、こういう漫画、こういうのが好きでとか言っていただいたら、この漫画どうですかとか言えますね。ああ、何？そう、サウナとか？ああ。サウナなんてあれですよ。きっかけになった茶道って漫画とかは、漫画きっかけですからね。そうか、はい、最初漫画か。そう、漫画でスタートしてる。なるほどね。そうだよね。あ、うん、何でもあるんだもんね、でも漫画っつったらね。はい、うん、いや、なんかバレーボールで、配給以外のバレーボール漫画ありますか、おすすめ。あ、もう神様のバレーって。あれはすごいですよ。なんか、弱いチームが、バレーボールって、元から、チームを強くするために、外から支持する人がいるんですよ。これは本当どこのチームでもいるんですけど。で、その人が、実際に弱い高校バレーについたらどうなるかで、どんどん、その、子供の字がなくなっていくんですよ。頑張るぞっていう子供たちが、どんどんその人に洗脳されていくみたいな。だけど、それがやっぱ、その、でも強いチームにはなっていくっていうのが面白いです、はい。バレーボール好きなら間違いない。漫画ソムリエ。男の中の男を磨きたいんだけど、そういうなんか塾に入る漫画とかってあんの？先駆け男しか絶対そうだろ。絶対そうだろ。あるの、そういうの。ありますよ。求めてほぼヒント出してたじゃないですか。漫画ソムリエいらないじゃん、それ。あるんだ。分かってんじゃん、もうだって。男に塾まで出されてる。ソムリエとして俺恥ずかしいっす。あるんだ、すごいじゃん。すごいっすね。ないの、ソムリエ。
俺、そりゃ、じゃあ、今困ってる肌の悩み言っていただいたら、おすすめの化粧品紹介。あ、シミ。あ、シミ、メラの CC です。はい。メラの CC です。出ましたね、メラの CC。メラの CC。ビタミンに直接塗るタイプで、それでダメやったら皮膚科に行ってほしいぐらいです。なんで感情ないんだよ。なんか冷たかったですよね、単純に。使ってください。ちょっとあったかくて。そういうとこだよ、おばあさんの。いや、そうなんすか。かこの後もレインボーの二人をかけるね。最悪だ。日本放送 The Radio Show。 さあ今日は、はい、レインボーの二人をねゲストにお迎えしております。エビバディが同期らしいですよ。エビバディ同期ですよ。エビバディ二人とも同期。カーナミチョイってあの、はい、女の子が、うん、同期なんですけど。最高じゃん。そうです。前回のアメトーク運動神経悪い気味のロケで3日ぐらいあるんですけど、3日ともエビバディって面白いよねってアナウンさんがずっとプレゼンして一番カーナミチョイにハマってた。カーナミチョイってすごいよねって話聞かされたんでロケで。メンタルね。そうです。M1 の予選の時のメンタル。もう顔で。お客さんからの帰りないのにへえって言ってんだよ。こんな芸人いるかよとか言って、カナさんがずっとプレゼンしてネタ合わせめちゃくちゃスパルタですよ。そうですよ。エビバディ？そうですよ。そう。もっともっとちょいちょいちょい違う違う。もっと口を聞きちょいちょいちょい。それ聞きたくなかったよ。めっちゃスパルタ。すごい。そうなんだ。無限大の端っこでずっと壁に向かってフェイスってやってるんですよ。池田と入ってたもんな。ちょっと厳しすぎるかもしれませんつって。フェイス、フェイスいいね。フェイスいいな。そうだね。じゃあ、レインボーの二人、こちらの企画、お付き合いいただきましょう。今日のスポットナイツ。はい。まあ、今、一番気になることや、ハマっている話なんかを伺っています。うん、はい、お願いします。はい、ありますか？いや、ずっと慢性的に腰が痛くて、うわ、どうしようと思って、鬼奴さんに相談してたんですよ。鬼奴さんに。番組一緒で鬼奴さん。そして鬼奴さんが、え？板橋のゴッドハンド行けばいいじゃんって言われて。え？皆さん知ってますよ、板橋の。知らない。で、知らないっすか？知らないよ、なんで。板橋のゴッドハンドっていう方がいて、もうまず予約が一切できない。で、必ず並ばなきゃいけなくて、もう診療時間は1人5分。え？でも必ず治るって言われてた。何それ？だからもう絶対治るよ。うちの旦那ももう足痛いって言ってたの、もう一発で治ったから。で、私も治ったし。で、行ったんすよ。で、そしたらもうほんと、なんか雑居ビルみたいのに20人ぐらい並んでて、なんだこれと思って、でそれででも1人5分だからめっちゃ回転早いんですよ。で、あのまあ前に4人ぐらいになったらやっと中入れるんですよ。で中に入ったら、こうまず初心の方は大きな声で初心ですと言ってくださいって書いてあるんですよ。それ一番早いんだ。恥ずかしいと思いながらこうでも中でやられてるんですけど。初心ですって勇気出して言って、そしたらなんかパッてなんかボードみたいなの渡されて、そこにどこが痛いのか書くみたいな。で、こうやって書いてたら、俺の三つ前のおばあちゃんが、もう腰曲がったおばあちゃんが娘に連れられて入ってたんですよ。で、5分後には、もう姿勢が。嘘でしょ。やば。嘘みたいな話が。俺もやば。え、何これと思って。で、肩を押さえた、こう、おじさんが入ってって。そしておじさんが、うわ、僕、歯医者やってるんですけど、肩が痛すぎて、もう廃業しようと思ってたんですって。泣きながら出てきて。何これと思って、で、前めっちゃ汚いおっちゃんだったんですけど、俺の前。なんかドラえもんのキーホルダー山ほどつけてる。うわ、なんこのおっちゃんと思って。で、そのおっちゃんもこう背筋曲がって入ってて、すごい姿勢よく出てきて。マジでこれなんだろうと思って、俺も入ってって、お願いしますって言ったら、OK とか言って。なんか背が高い、スラッとしたハゲたおっちゃんで、あ、どうも、みたいな。で、どこ痛いの？腰か？とか言って、腰こうやって触ったら、うわ君これヘルニアだよみたいな。これ5番の骨ヘルニア出てるよっつって、こう骸骨の標本シャーって出して、ここヘルニア。足上げるねって言ったら右全然上がんないんですよ。痛いっつって。そしたら、あ、これ45度以上上がんなかったら、これ手術だよ君。手術のヘルニア。まあ、僕なら治せるけどね。そのままこうやってなんかウィーンって横になって、ほんと、ほこりはたくみたいな感じで背中を、この、みたいなのを30秒ぐらいだけやられるんですよ。何それ。で、ウィーンって立ち上がったら、一切痛くなくて。で、俺もちょっと引いちゃって、どう痛いみたいに言われて。いや、痛くないです。え、何痛いなら痛いって言ってねみたいな。いや、
で正直に、いや、それでちょっと引いちゃって、って言ったら、ああ、引いちゃう人も結構いる。マジっすかーっつって。ああ、すごいっすね。そんなすごいの。で、あ、君芸人やってんだ、うん、めっちゃおしゃべりな人なんですけど。うん、あの、前誰か分かった、うん、前の人はチャンス大城さんだよ、つって、その、なんかちょっと汚いもんさん、チャンス大城さん、おい、チャンスさんも来てた前にチャンスさんいたと思って。これはほんとぜひとも、マジで行ける人は皆さん一回行ってほしい。いや、行きたいよ。自分たちすぐ母親にも連絡して、母親も最近足痛いって言ってたんで、もうすぐ一緒に行こうって。ジャンボママ？ジャンボママ。でもジャンボママは、やっちゃう可能性あるじゃん。先生を注射しちゃう可能性。いやいやいや、その別に血気盛んなわけじゃないんで、カーってなってるわけじゃないんですよ、ちょっと。痛くてしょうがない人じゃないすごいね。すごい。でも、もう痛くないの。もうほんと痛くないです。本当に痛くないですか。ね。で、そっから俺は2回あと君来たら、もう一生ヘルニアにさせない体にしてあげるよ。予約は取れないんだ。予約はダメです。並ばなきゃね。テレビに出たことないんでしょ多分。ないです。でも、妹さんが一回テレビで言っちゃって、でそっからちょっと混むようになっちゃったんですけど。そうなんだ。はい、なるほど。だからもうおしゃべりで、なんであの、で、イッテ Q の方々とか結構みんな行かれるらしくて、で、鬼奴さんはこの診療されながら、あの、あれ、あの、鬼奴さんあれらしいね、あの、今度イッテ Q のあの、忘年会あるらしいねって、その人の口から知ったらしいです。あるんですかつって。すごいな。なんだろう、気候ってことなんですかね。いや、気候じゃないと思う。なんか、あ、骨立ってきたとか言ってたんで、だからちゃんと体とこう、向き合って多分やってるとは思うんですけど、ね、あるんですね。そういう方しかできない。漫画あんの？そういう漫画。こういう漫画。反応的な？あ、こうやっぱそのあびっくりみたいな、そうですよね。このやっぱミスター実行じゃないですか。みたいな。なんじゃこりゃみたいな。ミスター実行。ミスター実行。意外なとこでしたね。はい。ホットハンドみたいなことで。こんなこんな方向からこんな発想でこんな料理作るみたいな。で、味王様がもうピカーってなるんで。俺なったんで。はい。ピカーってなったんで。味吉陽一。ああ、味吉陽一ですね。そうでしたか。ミスター10個ぐらいの衝撃だったんだね。タバシのゴッドハンド。ほんと、ぜひとも、どこか体痛かったら行ってほしいっすよ。タバシね。ほんとに、ちょっと、ずっと、絶対行こうって今、心に決めてました。ありがとうございます。ほんとに最近腰痛くて。うんうんうん。マジで行ってみたい。めちゃくちゃ多分お笑い好きでミーハーな方なんで。マジで。超喜ばれると思います。本当に俺でさえ次行ったら、レインボーみたいな感じで多分調べてたのか、言われるぐらい多分、ちょっとミーハーなところがあるというか。なんで大城さん知ってんだろうね。いやでもなんか、噂になってんの？そうですね。噂では有名みたいな。和田まんじゅうさんも連れて行かれて行って。和田さんもぎっくり腰で行って、芸人だらけになっちゃう。芸人だらけになっちゃう。え、なんかいないのかな？そのなんか弟子みたいな、同じ技を持った人とか。ないのかな。それこそめっちゃおしゃべりなんで、その、話を盗み聞きしてて、いや、弟子みんなさ、ニューヨーク行っちゃってさ、とか言ってた気がします。言ってたと気がします。なんかやっぱコントを作るように、なんか誇張してね。ニューヨークそんな言い方なの？なんとかさ、あの、ほんとこれ言っていただいたらわかります。おしゃべりな、このおっちゃんの喋り方です。マジ？だってなんか、例えで、あのさ、あの、よくあの、運動会とかのテントがあるでしょ？あのテントの骨組みと、あの、ロープの関係性ってさ、なこと言ってました。あ、ね、同じなんだ。そう、例えてるっていうね。見える、見えてないけど見えてるんだ、その人。目かもしれない。なのかも。それを直してあげればいいって考えなの。すごいおしゃべり、マシンガントークです。はい。めちゃくちゃ行ってみたいなって。行ってほしいっす、もう。ねえ。いや、めちゃくちゃ、なんか、もうマジで尾形のお兄さん話どうでもよかった。いや、すいません、失礼しました。こういう、自分のためになることはね。本当に。でも美容よりもやっぱこっちの方が刺さる。全然だ。ただの趣味より腰の方が全然全然全然。そうです。尾形があの見た目面白い感じの俳優さんと組んで、あの、キングコンドで、キングコング。惜しかったな。惜しかったキングコング。これやったら100点だった。コント、キングコング。ちょうどいい短いやつだった。頑張ろうと思ってんのに、キングコングと。ジャンボがラジオ好きすぎて、ちょっと。はい。かかりました。音楽になっちゃって焦ったのもあるけど、そうもうね、お別れの時間なんで、レインボーからお知らせをお願いします。はい、6月11日12日ですね、有楽町ホールっていう、あの、有楽町シアターっていう吉本の劇場があるんですけど、そこで単独ライブを 2days 行います。はい、配信チケットが今席はもう埋まっちゃったんですけど、配信チケットがありますので6公演やるんですよ。6公演全部やって全部やりました。すごいすごいね、レインボー。ぜひ配信を見ていただきたいです。なるほど。構成に鈴木おさむさんが入ってくれてまして、レインボーの構成に、はい、だからなんか武漢さんとかめっちゃ吉本ってベテランの武漢さんばっかなんですけど、めっちゃビビってます。おさむさんっていつ来るの？今日は来ないんだ、はい、みたいな感じで。あのね、鈴木さんがやってくれたね、はい、そうですね、構成とかも
結構考えてくれて、二部構成にしようです。一個はスーパーロマンティック、もう一個はノットロマンティックって言ったら、僕らはレインボーロマンティックなネタが多いから、それと真逆のこともやろうみたいなのを構成作ってくださって、6本ずつくらい、はい、6本だけみたいな感じで、配信もありますんでね、ぜひお願いします。見てください、お願いします。はい、あと映画もあるんですね。あ、そうです、映画たぬき社長っていうの映画に出てますんで、うんうん、ぜひそれも池袋と渋谷でやってると思います、はい、ぜひ見ていただきたいなと。わかりました。はい、はい、あの1時間半の映画のうち30分が俺らのコントです。え、そんな映画があるの？あと世に言う9名の物語とかのあれでしょ、なんかやってる監督なんでしょ、この人。なんかそうですね、なんか動物を使ってちょっと変わった、カニゴールキーパーとか、イカレスラーみたいな、はい、ちょっと面白い、面白い系の、はい、映画も出てるということで、はい、はい、ということで今日のゲストレインボーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。